はい。みなさん、こんにちは。ゆかです。みなさん、お元気ですか今日は N さんのクラスですよ。はい。文法の勉強をしましょう。テストをしながら文法をいくつか紹介していきますね。はい。じゃあ、よろしくお願いします。いくよ。一番、ぐん。はい。読みます。あれあそこにいる人の名前。なに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 はい。カッコに入る言葉選ぶよ。A、B、C から一つ選んでください。A 何っけ ?B、んだけ ?C、なんだっけはい、5秒でいきます。早い人はビデオをポーズして考えてみてください。はい、いくよ。正解はドル,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 ルーティン C です。できましたか何だっけって言います。はい、この何々っけ、文の最後につく何々っけっていうのは、 前に聞いたでも思い出せないあれなんだっていう時に使います。はい、あれあそこにいる人の名前前に聞いたでも忘れてしまいました。ああ、なんだ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 っけって言いますよ。ちょっと練習してみましょう。カジュアルプラスけです、はい。彼、今ね、仕事が終わりました。銀行に行きたいそうです。 はい、あそこの銀行は何時にんけ、今から行って間に合うかなって言ってる。はい。ここに入る言葉を教えてください。はい。こう。正解はね。閉まるで,すできましたか閉まる。閉めるじゃない。閉まるね。銀行が閉まります。 ドアが閉まります、はい。閉めるって答えた人、閉めるは私がします。ドアが閉まります。じゃなくて、ドアを閉めます。私はドアを閉めます。窓を閉めます。Okay? そう閉まるね。銀行が閉まる。スーパーが閉まるっていうふうに使います。はい。じゃあ次、リン。はい。 このビルは私の祖父建てられた。はい、行こう。A、にとって。B、によって。C、によると。はい、行こう。はい、正解は B。できましたかによっては by サモアンです、はい、このビルは私の祖父。祖父は私のおじいちゃんね。私の祖父によってかにもけ、OK。にだけもけ、OK。建てられた。られたは受け身、パッシブですね。はい。そう、ダン、バイ、サモアていう形。私の祖父によって建てられた。OK? はい。A と C の文法も覚えよう。A にとって。 これは2とか4です。例えば、このペンはおばあちゃんにもらいました。私にとってとても大切なものです。私にとってとても大切なものです。はい。このペン高くないです。100円。100円だから普通のペンです。特別じゃない。でも、私には特別です。私にとって大切です。特別です。いいね。 によると、これはレポートで使いますね。えっ、ー、と、今朝のニュースによると、東京は大雨らしいよ。とかね。いいかなはい、次行きましょう。3番。1階の掲示板に今月の大切なお知らせがから。見てください。はい、先生が話してます。 まず、掲示板っていうのは、お知らせとかインフォメーションをシェアするボードです。いいかなお知らせボードね。1階の掲示板に、今月の大切なお知らせが、A、貼ってあります。B、貼っておきます。C、貼っています。いきましょう。はい。これはね、皆さん。 てあります。です。貼ってあります。キーポイントは、ここ。何々が貼ってあるっていうのは、えっ、ー、と、誰かが前にした、今も同じ状態ってこと。見ていきましょう。えー、はい。何々てある。 Something が o t t h っていうのは something has done by someone. ってことね。はい、えー。大切なお知らせが貼ってある。誰かが前に貼りました。それが今もあるよっていう状態。はい。貼っておくは something を貼っておくです。がじゃない。を貼っておく。はい。準備をするってことね。貼っていますは今貼っています。 貼るは、なんかこう、put on, p a e ね。今、貼ってます。はい。もう貼ってあります。こっちの方がいいですね。はい。じゃあ、皆さん、えー、ちょっと、置こうか、あろうか、どっちか教えてください。他の人の教科書と間違えないように、ここに名前を書いて、置こうか、書いて、あろう。どっちが正しいと思いますかはい。これは、 おしいいですかはい、じゃあこれは「来月日本に帰るので今週末お土産を買ってあるつもりだ」か「買っておくつもりだ」どっちかな はい,いこう正解は買っておくつもりだ買っておくつもりだいいですね準備をしておく来月日本に帰りますから今週末未来ですね未来今週末に買っておく買って準備をしておくつもり計画していますって言ってます買ってあるはもう前にして今も同じ状態ってことねはいじゃあこれは俺は誰の傘だろうあ ここに名前が、はい、書いてあるか書いておくどっちかなはい、行こう。正解は書いてあるです。はい。ここに傘があります。はあ、誰の傘かなって思いましたでも。あ、名前だ、ゆか。はあ、ここに誰かが前に名前を書いた。それが今もあるってことね。 はいじゃあ皆さん今日のレッスンここまでにしましょういくつかの文法と、えー、言葉も新しい言葉もあったかなそれから transitive intransitive もありましたねはいじゃあ皆さん今日のビデオよかったよゆかさんありがとうっていう人いいねボタン忘れないでください日本語を勉強しているお友達知り合いがいたらぜひこのチャンネルをシェアサポートよろしくお願いします えー、プライベートレッスン、興味がある人、下にリンクがありますから、連絡をください。グループレッスンに興味がある人、えー、ぜひぜひ参加してください。毎週、日本時間土曜日朝の10時からやっています。はい、じゃ今日はここまでです。いつもありがとう。またすぐ会いましょう。じゃあね、バイバイ。